王刀工は、中華人民共和国の政治家。長年、毛沢東の警備責任を務め、家の死後は、過国法と協力して、4人組逮捕に貢献。中国共産党中央委員会副主席、党中央政治局常務委員などを務めた。貧農の過程に生まれる。1932年、中国共産主義青年団の団員から、中国共産党党員となり、 中国航路公軍に参加。公軍第2野戦委員の政治委員、八祖寺軍営政部副主任組織科課,課長、ベチュン国際和平総員政治委員などを務め、延安への調整にも参加した。国境内戦時には中央直属隊司令部副参謀長を務める。1947年から毛沢東野州恩来の警護にあたる。1949年に 中華人民共和国が建国されると、政務委員秘書長副主任、公安部副部長、党中央書記どころ、弁公どころ、副書長兼討中央経営団団長などを歴任。1955年には、少々の階級を授与され、中南海内部の警備を掌握した。しかし、1958年には、厚生省副省長に左遷される。1960年、 公安部副部長として中央に復帰。文化大革命開始の前後より徴用され、1965年11月には失脚した要少婚の公認として、党中央弁公長主任に任命。中央経営局当委第一初期総参謀部経営局長を兼任。1969年4月の第9回党大会において、党中央委員に選出され、 同年4月28日の第9期一中全会で党中央政治局候補委員に選出された。1973年8月30日の第10期一中全会において党政治局委員に昇格する。文化大革命期、下放されていた党昇平と毛沢東のパイプ役を担い党昇平は手紙で近況を報告した。林表や四人組には、 手出しさせずに対応させていたことからも、大統婚が信頼されていたことが伺える。1976年9月に、党主席、毛沢東が死去すると、過国法に協力し、自らが指揮する8341部隊で4人組を逮捕した。その功績により、1977年8月19日の第11期一中全会において、党副主席、 中央政治局常務委員に選出される。毛沢東の移植を受けたとされる、各国法ら、すべて派と共に権力を固めたが、1978年に、東小平が復権すると、すべて派は、次第に劣勢に追い込まれ、第11期三中全会で批判を受け、兼任していた党中央弁公庁、主任、8341部隊司令官、同政治委員の職務を解任された。 1980年2月、第11期後中前会において、党副主席、中央政治局常務委員を辞任、下国法とともに、表舞台を退いた。1982年9月の第12回党大会で、中央候補委員、1985年から党、中央顧問委員会委員を務めた。2015年8月21日5時28分、病気のために、 北京市内の病院で死去した。ありがとうございます。